野村拓也は日本のプロレスラー。栃木県宇都宮市出身。第日本プロレス所属。身長176センチメートル。体重85キログラム。2015年、第日本プロレスに入団。2016年4月5日、横浜にぎわい座大会の対、神谷英慶戦でデビュー。5月、開園対土女主催系。 メタルリーグ2016に出場するも、リーグ戦4試合前戦全敗。6月29日、後楽園、ホール大会にて、鈴木秀樹とシングルマッチを行い破れるも、これ以降鈴木と組む機会が増えることになる。10月27日、アージ・フェニックスボリューム後にて、菊田和美とのタッグで全日本プロレス所属の野村、直也＆屋青柳優馬組と対戦し、 野村正に腕ひしぎ逆十字固めを決めて勝利。デビュー6ヶ月で先輩レスラーからの初勝利をつかんだ。11月27日、全日本プロレス両国大会に参戦。野村正とシングルで対決し自力でのシングル初勝利。12月29日、ハードヒットに初出場。u ファイルの小林博士と対戦。12月31日、 インディーのお仕事主催の日本インディー大賞でニューカマー賞を受賞。2017年3月25日、ハードヒットのメインイベントに抜擢され、ロッキー河村と引き分け、パンクラス王者の打撃にひるまず渡り合った。4月22日より、プロレスリングの輪にて開催された、グローバルタッグリーグ戦に、ノア所属のセーミやカイトとタンクを組み出場。2勝4敗の結果を残した。 7月16日、ハードヒット、新木場大会で、元武衛隊、日本ランカーの唐沢しびと対戦中で必死に十字固めで、勝利。8月22日の上野恩師公演大会において、橋本和樹、忍とぬタッグで、吉野達彦、関札、孝太、青木祐也と対決。野村が吉野にアスリートジャーマンスープレックスホールドで、ホールされて敗戦。 二千十八年六月二十日、大日本プロレス高楽園ホール大会において、鈴木秀樹の保持する BJW 認定世界ストロングヘビー級王座に初挑戦するが、鈴木の左ハイキック顔面蹴りで小負け、惜しくもベルト獲得ならず。二千二十年八月十日、安倍文天とのタッグチーム、アストロノーツで、関本大輔＆佐藤恒平組が保持する、 BJW 認定卓王座に挑戦し勝利。第50代王者に輝いた。8月30日、閉館のためこの日が最後のプロレス工業となった横浜文化体育館大会において鈴木実ると一騎打ち。果敢に打撃技や関節技を仕掛けていったが、最後は鈴木のごっち式、パイルドライバーに敗れた。2021年2月23日、 アストロノーツとして2度目のタッグ王座獲得。9月20日、シャトレーゼガトーキングダム札幌において、BJW 認定世界ストロングヘビー級王座に挑戦、中野上康文を下し、第19代王者に輝いた。ありがとうございます。